夫婦喧嘩をすることはありますか？些細なことでつい言い合いになってしまうなんてことありますよね。夫婦喧嘩は犬も食わないなどとよく言いますが、その語源や正しい意味をあなたは知っていますか？皆さん、こんにちは。星ルナです。今回は夫婦喧嘩は犬も食わぬは本当かについてご紹介していきます。1. なぜ犬なのか。夫婦喧嘩は犬も食わないと言いますが、なぜ犬だったのでしょうか。なぜ猫や鳥など他の動物ではなかったのか。実はそこには大きなポイントがあったのです。犬は今も昔も人間にとって一番のパートナー。可愛いだけでなく、時に仕事を手伝い、助け、命さえ守ってくれる貴重な存在でした。そして犬と人間の間のスタンスも時代の移り変わりにより少しずつ変化を遂げてきています。最近ではその食事についても飼い主の意識が高まり、栄養バランスを考えたドッグフードが取り入れられ、健康状態もしっかり管理されるようになりました。しかし、昔は飼い犬といえばご飯に味噌汁をかけたものなど、人間と同じものを食べるというのが一般的な考え方でした。当時の人は犬は残飯を食べるのが普通と考えていたようです。そのようなことから、犬は何でも食べる雑食の動物と認識されていた可能性が高く、それがこのことわざの原点となる要因だったと言えるのかもしれません。2. 夫婦喧嘩は犬も食わないということわざの意味。夫婦喧嘩は犬も食わないということわざについて、最近では夫婦喧嘩はくだらないことだという意味で使われることがありますが、これはこのことわざ本来の使い方として正しいとは言えません。夫婦喧嘩における夫婦間の細かい事情など、他人には知る由もないし、どうせすぐに収まるものだから放っておけばいいのだというのが本来の正しい解釈なのです。つまり夫婦喧嘩は誰も干渉すべきことではないということ。何でも食べる雑食の動物とされていた犬でさえ見向きもしないものであるという意味から、このことわざが生まれたと言われています。夫婦の間の事情は人それぞれ、プライベートや個人情報を重視する現代においてはなおさらですね。3. 犬は昔から人間にとって最も身近な存在の動物。そのつながりはなんと約1万年前からとも言われています。暗闇の中で危険な動物の接近を知らせてくれるなど貴重な存在でした。犬も歩けば棒に当たるや犬の遠吠え、飼い犬に手を噛まれるなど、他にも複数のことわざに登場するのはこういった理由があるのでしょう。夫婦喧嘩は犬も食わないということわざの中にも人間と犬の古くからのつながりが現れていますね。その信頼関係が表現されていると言えるでしょう。夫婦喧嘩は犬でさえ食わないものというのは当たっているようですね。いかがでしたか？夫婦喧嘩は犬も食わぬは本当か？人間と犬の関係は1万年も前からだったとは驚きです。昔から常に人間のそばにいてくれた犬たち、そんな彼らでも食わないという夫婦喧嘩はやはり誰にも干渉することはできないということなのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。